となった避難指示等によって避難等を余儀なくされた場合以外の損害として、自主的避難者、および滞在者、以下これを自主的避難者等と、表現させていただきますがにかかる損害について、合わせて示すこととすると、さらに、本件事故と自主的避難者 等の被害との相当因果関係は最終的には個々の事案ごとに判断すべきものであるが、本中間指針追放では、本件事故にかかる紛争解決に資するため、避難指示等を受けこれまで賠償の対象となっているもの以外で賠償が認められるべき一定の範囲を示すとともにこの際に共通に認められるべき損害項目金額を示すこととする。でここで一つ、その青い字でですね、注意が入ってございますが、ここまでの書き方はですね、避難指示等を受けて避難等をした者、について、すでに精神的損害の賠償と対象となっている場合ですね、この対象と、するかしないかという問題が、ございます。それから、最後のところでは、したがって本中間指針追放で明示していない損害であっても個別具体的な事情によっては賠償すべき損害と認められることがあり得るということでございます。で具体的に、第 2からですね、対象区域等について、記述してございます。まず対象区域につきましては、前回市町村単位ということがございましたのでここで自主的避難等対象区域という言葉を 使わせていただいてございますがここで具体的な市町村名を記述することを、としてはどうかというふうに考えてございます。ここの考え方のところが全部で3つ書いてございます。第一はじめにで示したように本件事故を受けて自主的避難に至った主な類型は2種類考えられるがいずれの場合もこのような恐怖や不安は東電、福島第一原子力発電所の状況が安定しない状況下で同発電所や避難指示等対象区域からの距離、政府や地方団体から公表された放射線量に関する情報居住地域の、他の住民の、自主的、避難の状況等の要素が複合的に関連して生じていると考えられる。以上の要素を、総合的に勘案すると、少なくとも自主的避難等対象区域においては、住民が放射線被曝への相当程度の恐怖や不安を抱いたことには、相当の理由があり、またそれに基づき自主的避難を行ったことについてもやむを得ない面がある。で2といたしまして、自主的避難者等の事情は個別に異なり、損害の内容も多様であるが、本中間指針追放では、自主的避難等の対象者全員に公平かつ等しく賠償すること、および可能な限り広くかつ早期に救済するとの観点から、一定の自主的避難等対象区域を設定した上で、同対象区域に居住していた者に、少なくとも共通に生じた損害を示すこととするということでございます。で3のところで、それ以外の地域についても個別具体的な事情に応じて賠償の対象となる場合を排除するものではないと、これ対象区域のところで続きまして対象者でございますが今回の自主的避難等の損害賠償の対象者は本件事故発生時点において自主的避難等対象区域内に生活の本拠として住所があった者括弧書きとしましたただしこれらの者が、避難指示等による避難等対象者としてすでに精神的損害の賠償対象と されている場合を除く、これがの先ほどの、2ページ目の上のところの、ところと同じ話になりますがとするか否かと、いう、ことがございます。考え方といたしまして損害賠償請求権は個々人につき発生するものであるから損害の賠償についても世帯単位でなく個々人に対してなされるという、中間指針の考え方を一応書いてございます。上記対象者以外のものについても個別具体的な事情に応じて賠償の対象となる場合を排除するものではないと。で3番目といたしまして損害項目と損害額でございます。であといたしまして自主的避難者等が受けた損害のうち以下のものが一定の範囲で賠償すべき損害と認められるのではないか。ただし個別の事情によってはこの他の損害項目も認められることとしてはどうかということでまず丸一といたしまして自主的避難を行った場合放射線被曝への恐怖や不安により自主的避難を行った場合における以下のものということでまず自主的避難による生活費の増加費用それから自主的避難により正常な日常生活の維持継続が長期間にわたり相当程度阻害されたために生じた精神的苦痛さらには避難を呼び帰宅に要した移動費用
が丸二といたしまして、滞在者でございますが、放射線被曝への恐怖や不安を抱きながら、自主的避難等対象区域内の住居に滞在を続けた場合における以下のもの、ということで、放射線被曝への恐怖や不安、これに伴う行動の自由の制限等により、正常な日常生活の維持継続が長期間にわたり相当程度阻害されたために生じた精神理屈。2といたしまして、放射線被曝への恐怖や不安、これに伴う行動の自由の制限等により、生活費が増加した分があれば、その増加費用、ということでございます。で、2といたしまして、上記のですね、あの丸1、丸2に、列挙してかかる損害とともに、これらを、合算した額を同額として算定するのが、公平かつ合理的な算定方法と認められるのではないかということでございます。でここで、損害項目と算定方法に関してですね、どのように考えるかということで、案1と、案2という形で示してございます。案の1はですね、自主的避難者も滞在者も同様の苦痛等を受けていたと評価しうるのであり、自主的避難者と滞在者で避難費用の負担の有無等個々の事情は異なるにせよ両者同額の賠償とする。また実際に誰がどの時点で自主的避難を行ったかを認定するのは困難ということでございます。それから4ページに参りまして、案の2でございます。自主的避難者も滞在者も同様の苦痛等を受けていたが、自主的避難者には実際に避難費用が生じているので、前者について、避難者については例えば往復の交通費、合理的な範囲の実費あるいは定額、を加算した、賠償としてはどうかという2つの案が併記してございます。でさらに、うといたしまして、それらを踏まえてですね、具体的な損害額の算定にあたっては、対象者のうち、子ども及び妊婦については1人いくら、その他については1人いくらを目安とするという書き方としてはいかがかということでございます。ここはまあ具体的な損害額は、まだ示してございません。それから、考え方としていたしまして、1から4までございます。1といたしまして、本件事故において自主的避難を行った者は、主として自宅以外での生活による生活費の増加、並びに避難及び帰宅に要した移動費用が生じ、合わせてこうした避難生活によって一定の精神的苦痛を被っていることから、少なくともこれらについては賠償すべき損害と関連することが可能である。また自主的避難等対象区域内の住居の滞在者は、主として放射線被曝への恐怖や不安、これらに伴う行動の自由の制限等を余儀なくされていることによる精神的苦痛を被っており、合わせてこうした不安等によって生活費の増加も生じていることが考えられることから、少なくともこれらについては賠償すべき損害と関連することが可能であるという基本的な考え方です。で、2といたしまして、賠償すべき損害については、自主的避難が避難指示等により避難等を余儀なくされた場合とは異なるため、これにかかる損害について避難指示等の場合、あの丸1および2の丸2の生活費、すみません、の生活費増加分を除き、実費が損害額と同じ扱いとすることは必ずしも公平かつ合理的ではない。一方、自主的避難者と滞在者とでは、現実に被った精神的苦痛の内容及び程度、並びに現実に負担した費用の内容及び額、に差があることは否定できないものの、いずれも自主的避難等対象区域内の住居に滞在することに伴う放射線被曝への恐怖や不安に起因して発生したものであること、当該滞在に伴う精神的苦痛等は、自主的避難によって解消される一方で、新たに避難生活に伴う生活費増加等が生じるという相関関係があること、自主的避難等対象区域の住民の中には、諸般の事情により滞在を余儀なくされた者もいるであろうこと、広範囲に居住する多数の居住者につき、自主的避難者と滞在者を区別し、個別に自主的避難の有無及び期間等を認定することは実際上極めて困難であり、早期の救済が妨げられること等を考慮し、自主的避難の有無により、できるだけ金額に差を設けないことが公平かつ合理的である。こうした事情を考慮して、精神的損害と避難費用等を一括して一定額を算定するとともに、自主的避難者と滞在者の損害額については基本的に同額とすることが妥当と判断した。
で3といたしまして、対象者の属性との関係については特に本件事故発生当初において大量の放射性物質の放出による放射線被曝への恐怖や不安を抱くことについては、年齢性別を問わず一定の合理性を認めることができる。その後においても少なくとも子ども妊婦の場合は放射線への感受性が高い可能性があるとされていることから比較的低線量とはいえ通常時より相当程度高い放射線量による放射線被曝への不安を抱くことについては人工移動により推測される自主的避難の実態からも一定の合理性を認めることが可能である。このため子ども妊婦については少なくとも本件事故発生後、これが以下の論点のところにございますが、いつまでとするかというところでございますが、までの分を、またその他の対象者については少なくとも本件事故発生当初の時期の分をそれぞれ賠償の対象期間として算定することが妥当と判断した。4といたしまして、あからうについては、個別具体的な事情に応じてこれ以外の損害項目が賠償の対象となる場合や異なる賠償額が算定する場合を排除するものではないということでございます。でここで案がいくつか示してございますが、まず、子どもや妊婦が自主的避難した際の同伴者の損害をどう考えるかという問題でございます。案1といたしましては、損害は個々人に生じるものであり子どもや妊婦を対象として損害を認める以上同伴者の損害を認める必要はない。仮に認めれば滞在者との関係で不公平が生じる。案の2でございますが、子どもや妊婦が避難する場合同伴者が同行するのが通常であり同伴者の損害を認めてよい。滞在者には同伴者の損害は生じないのだから差が生じてもやむを得ない。案3といたしまして、同伴者の損害は子どもや妊婦の損害に伴って生じるものとして一応観念できるが実際には子どもや妊婦の生活費増加分に含まれると評価することができ金額として加算する必要はない。という3つを書かせていただいてございます。それからあと、いつまでの損害額として、算定して指針で示すかということでございますが、案の1は、9月末、に、若干の期間を加えた期間ということで、9月末に緊急時避難準備区域が解除されたことから、その時点以降はその外の区域に滞在することに不安を持つのが合理的とは言い難い。というのが案1でございます。それから案2は本中間指針追放の策定時点までということで、損害賠償は過去の事象について判断するものであり将来の状況が不明な中将来分の賠償も認めるべきではないというものでございます。それから案3は12月末まででございます。ステップ2の年内終了が見込まれており原子力発電所の状況もある程度安定すると考えられる。また少なくとも12月末までであれば本中間指針追放策定時から確実な将来として見通すことができる期間として賠償対象としても不合理ではない。それから案の4といたしまして来年3月10日まで事故後1年という一つの区切りである。括弧として避難指示等による避難等の賠償における精神的損害の第2期の周期でもあり整合性が取れる。またその頃以降には今後の状況の改善により現在の不安は一定程度解消していることも考えられる、という4つなんでございます。以上が今回用意させていただいてます、指針のイメージの、案で、ございます。引き続きまして資料2、でございますが慰謝料の金額にかかる、裁判例ということでですね、とりあえず、探せるものをですね、類似というかですね、本件にですね、比較的、近いというかですね、ここに書いてございますが、参考として用意をさせて、ございます。まず全部で19件、用意させていただいてございますが1件目から5件目はですね、これ空港、あるいはその基地の、騒音、でございます。まず1番目はこれは横田基地、横田飛行場の周辺住民が、起こした、提訴した、ものでございまして、結果といたしましてはですね、一番右側のところ、についてこの騒音、に対するその慰謝料というのがですねこの W 値という、騒音の指標、に基づきましてですね、
一番右にございます丸一の、W1 75から80で、3000円から90以上の12000円、これ月額でございますが、こういった、判決がですね、これは東京地裁の八王子支部でございますが、あるいは、東京、高裁でもですね、同様の判断が出ております。でそれから同じ、W1 であってもですね、この赤字で書いてございますが、累計1の地域というのはこれは住宅、地でございます。それから累計2の地域というのは、商業地、工業地でございます。それによって、金額が、を若干変えていると、いうことでございます。でその下の名古屋高裁金沢支部のですね、小松飛行場の、例でございますが、これも金額のところを見ていただきますと、W 値と金額の関係は、ほぼ同じような、格好に、なってございます。でそれから次の2ページ目を、開けていただきますと、一番上がですね、福岡高裁の、那覇支部ということで、これは嘉手納基地の、訴訟、でございますが、これも一番右のところを見ていただきますと、さらに前の2つの例よりも騒音の高い W 値95以上というのがございまして、ここが、月額1万8000円という、ことが、出てございます。それから、その下のところもですね、その下のところはこれ最高裁の横田飛行場の、件でございますが、金額は前と、同様の、形になってますが、ここではですね、高裁の判決で、口頭弁論終了後判決、日まで、の将来の請求をですね、高裁で認めていたものをですね、最高裁で、棄却して、口頭弁論の終結日をもってですね、終期としたという例でございます。それから下の5のですね、福岡高裁の福岡空港、これにつきましては右側の金額を見ますと、その従前のものに比べると若干低い額が出てございますが、そこの赤字でですね、慰謝料の減額自由、というようなことでですね、危険への接近とか住宅防音工事あるいは、ですね、受任限度を超える地域内に提供したものは2割減とするといったようなですね、そういった、減額の自由が示されているような例でございます。それから次の3ページ、に参りますと、ここから道路の騒音とか、排気ガス、のものがですね、6、7というふうになってございます。6番目はその最高裁の平成7年の判決でございますが、国道43号線、の、周辺ということで50メートル以内に居住している住民が、提訴してございますが、判決の方は右を見ていただきますと、この排ガスについては20メートル以内、それから騒音についてはですね、ある一定のレベルを超える騒音、についてですね、右のような月額の慰謝料を認めているという例でございます。それからその下は地下鉄の、地下鉄工事の、騒音でございますが、こちらにつきましては、右にございますが、成人について、これは1日あたりになりますが200円、未成年者と区別したような、事例、でございます。それからその下はマンション建設による騒音等と、いうことでございますが、これもマンションが隣に、すみません、マンションの、工事による、慰謝料ということで、これはですね、工事期間の、全体の額として月額ではなく、総額で示されているというものでございます。それから次の、4ページでございますが、これはそのマンションの住人で、上の階の住人が防音工事をし、防音、措置のないですね、フローリングを、の工事を、やったということ、して、それによって、階下の、居住者が訴えた例でございますが、これも、これにつきましてもですね、総額という形で、この上の住人が工事をしてから、この提訴するまでの2年半という、期間について総額で慰謝料が示されている例でございます。
それからその下はスーパーマーケットの室外機の騒音による損害ということで、ここにつきましては1日あたりということでですね、これは各居住者の状況を見て単価がそれぞれ変わっているという例でございます。それから5ページに参りますと、これ平成21年のさいたま地裁の解体工事の騒音ということで、ここも工事期間中の総額という形で示されている例でございますが、これもですね、上の方に85デシベルあるいは85メートルと書いてありますが、騒音のレベルでですね、線を引いて慰謝料を認めた例でございます。その下はその犬による騒音と悪臭ということでございますが、これにつきましてもですね、ある一定期間をですね、総額という形で右のような慰謝料を認めた例がございます。それから次の6ページに参りますと、ここからは悪臭になってもございますが、13番の下水の悪臭、横浜地裁でございますが、これにつきましては下水の排水設備の関係で近所の住人がですね、被害を受けているということで、これも元原因となった工事が行われて以降、それがその原因となった排水管が撤去するまでの期間について月額という形でこれは示されてございます。それからその下につきましては参拝でございます、高松の件でございますが、これにつきましては総額という格好で慰謝料各5万円となってございますが、示されている例でございます。で次の7ページもですね、悪臭が2つございますが、上の方は新潟の若干昭和43年昭和54年少し昔になりますが、豚舎の悪臭について、これは総額4ヶ月分というのが総額で示されている例でございます。それからその下は工場の悪臭ということで、これにつきましては工場からの距離に応じてですね、その金額のレベルを決めているという格好になってございます。それから8ページ目でございますが、17番は養鶏場の虫害ということで、平成13年の熊本地裁の例でございますが、これについてはすいません、原告それぞれについて慰謝料2万円6万円、これも総額で示されているような形になってございます。それから18番は日照権でございますが、これにつきましてはこれにつきましてもですね、その問題となった建物が建ったところからの月額ということで1万円、それとは別に財産的価値の下落というのも別途示されているということでございます。それから9ページの最後の産業廃棄物火災でございますが、これにつきましては周辺住民が一時的ではございますが、避難をしている例でございますが、避難をしたことについて、その10万円、それから、その後ですね、火災が鎮火した後も煙が出て、被害があったということで、その後の被害について、20万円というような、例がございます。資料2の説明は以上でございます。それからあと参考資料の2といたしまして、前回ご説明いたしました自主的避難の関連データがついてますので、適宜ご参照いただければと思います。以上です。それではご議論いただく前に、この資料についてもし質問等がございましたら先にお願いしたいと思いますけど、いかがでしょうか。何かございますか。どうぞ中島。このイメージの案にはちょっと論点としては入ってないようなんですが、確か避難指示等に基づく、強制的に避難させられた人の、慰謝料とのバランスということも一つ論点になっていたと思うんですが、
それは少し実質的な議論になるかもしれませんので、後で議論させていただいてよろしいでしょうか。この資料についての不明な点とか、いくつかもし質問があれば先にお願いしたいと思います。大塚委員どうぞ。本質的なことでは関心もないかもしれませんが、その2ページの第2の括弧1で対象区域を丸々ってことで決めることになると思うんですけども、これを決めるときの要素みたいなことは前にも議論していたので、書いておいた方がいいのではないかと。一つだけってことはもちろん全然ないんですけど、4つとか5つことがあると思いましたが、それはおそらく書いておいた方がいいんじゃないかということで、質問だか意見だかよく分かりませんけど、お伺いのようなことでございます。何か答えますか。ちょっとよろしくお願いします。はい、一応2ページの考え方の1のところにですね、距離であるとか放射線量に関する情報、といったことは一応書かせてはいただいておりますが、ちょっと足りないというご指摘は最もかと思います。はい、単なる書き方だけではないかもしれませんので、少し実質的な問題に既に入っているような、ように思いますので、それでは質問には限定しないで、むしろこの指針の案といいますか、イメージについての、ご意見を伺うことにしたいと思います。それでは改めて、最初からですね、どこからでもいいんですけれども、あまり議論がいろいろ錯綜するといけないので、一応順番に従ってご議論いただきたいと思いますが、最初に、第一の初めにというところで、現状はともかく基本的な考え方ですかね。ここら辺からいかがでしょうか。あるいは中島委員の先ほどのご意見はここに関連しますでしょうか。もう一度申し訳ありませんけど、質問のご趣旨あるいはご意見の趣旨をちょっと簡単におっしゃっていただけるとありがたいと思います。2ページ目の、上から4行目に紫色のというか青い字で、指摘されている論点にも絡むかもしれませんけども、報道とかによりますと、事実に基づいて、避難している、いわば強制的に避難させられた人の精神的慰謝料、精神的苦痛に関しては中間指針では7ヶ月目から半額という、指針になっておりますが、どうも東電の回答意見ではそれをしばらく半額にしないというような報道もされていますし、聞くところによりますと同じ趣旨の調停も申し立てがすでにされているということですので、その強制的に避難させられた人とのバランスということを考えると、これは自主避難の人の金額にちょっと影響するんではないかということが一つと、この青い字に書いてある論点にも絡みますが、その半分にしないことにする理由がよくわからないんですが、おそらく、強制的に避難させられている人もその精神的苦痛の性質がだんだん変わってきて、いわば自主的避難者の精神的苦痛と性質が似てきたもの、いわばその損害項目が重なり合うような性質として、いわば半額にしないという事情がもしあるなら、この青い字で得た部分については、強制的に避難させられた人も半額にしない部分は、いわば自主的避難者の精神的苦痛と重なり合うものとして、そこに包摂されるといいますか、具体的に言いますと、強制的に避難させられた人が自主的避難の対象区域に入ったとしても別個に、自主的避難者として賠償の対象に入れるかという問題については消極になるんではないか。しかし、金額、自主的避難者固有の人の金額については逆に
上がる方向で、影響が出るんではないかと、まあ、そういういろんなことを言いまして申し訳ありませんが、そういう、少し感じがいたします。まあ、今 の、 中島委員の質問のあるいはご意見の趣旨はお分かりいただけたと思いますけれども、中間指針の下でもって7ヶ月目以降、10万円から5万円に減っているというのが、まあ、今、まあ、若いレベルっていうんでしょうか、まあ、そこで、まあ、増額される可能性があって10万、まあ、10万であるのかどうか分かりませんけれども増額される可能性があるということと、まあ、本件今議論をこれからしようとする自主避難あるいは滞在者の、賠償の問題と多少関係があるのではないかというご意見だったと思います。でこれについても私はそれなりにちょっと意見はありますけれども、先に皆さんの方で何かご意見があれば伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。あ、お疲れにどうぞ。直接関係しないことになってしまうかもしれませんけど、今中島委員がおっしゃったこと、私 100% 必ずしも分かったわけでは必ずしもないんですけども、2ページのこの4行目の問題っていうのは、その理論的にはまあその強制的に避難指示を受けて避難した方がですね、新しくその、その何ですか、この対象区域で主品、今回の対象区域に入られた場合に新しくまた賠償しなくちゃいけないということになるんじゃないかとは思うんですけれども、問題になる別の点としては、その避難指示等を受けて避難した方がどこにお住まいになるかということについて、もしある程度自由があるとすると、まあ、それをどう考えるかっていう問題はまた別の観点からあると思っていますので、今の中島委員のおっしゃったこととはまた別の観点の問題点もあるということをちょっと一応申し上げておきたいと思います。この2ページ の、 上の方の青く書いてある星米印がついているところの問題点そのものはちょっとこれそのものとして議論した上で、で中島委員が言われた問題点、仮に中間指針の7ヶ月以降を5万円から増額されたときに、まあ、これに影響するかどうかっていうのを、まあ、関連する問題として議論する。だけど先に星印米印のところはそれ自体として議論した方が分かりやすいんではないかと思います。でちょっと私内のあまり先走って私の方からご意見申し上げるのよくないかもしれませんけれども、やはり中島委員が言われた問題っていうのは、まあ、やっぱり賠償 の、 その根拠というか対象といいますか、それが一体何なのかと、それから中間指針の5万円が仮に増額されるときに一体何がそこで増額されるのか、それ今回の自主的な避難あるいは滞在者の賠償というのは一体何が、まあ、いろんな要素を挙げられてますけども、その中の何が一番中心的な問題なのかと、そういうことと関係して、で、まあ、例えば一つの考え方としては、まあ、今まで中間指針がそもそも対象にしていた、まあ、損害、この皆様の間でもって多少ニュアンスは違うかもしれませんけど、私の理解はこれは避難をしたことで、で今までのコミュニティから切り離され、で滞在先でもいろいろ不便であって、そういう、まあ、特に体育館等に、滞在しなくちゃいけなかったっていうのを典型としますけども、そういう避難先での不便を被るっていうのが一番賠償の中心だったように思います。で今中島委員が先ほど言われたお話の中で、そういうのが今までの中間指針で対象であったけれども、まあ、だんだんとその、長期化するに滞在が避難が長期化することによって、まあ、将来への不安とかそういうものがだんだんと大きなウェイトを占めてきたので、そういうものの賠償として、5万円から、まあ、増額されるってことが和解のレベルであるんじゃないかと、まあ、いうようなお話だったように思います。で、まあ、ですから問題点いろいろあると思うんですけども、そういう和解で、賠償額が増額されるということを、まあ、中間指針そのものとの関係でどう考えるかと、これと矛盾するものと考えるのか、あるいは中間指針とは違った考え方に基づく、つまり中間指針はさっきのように滞在先での不便というのが中心だとすると、まあ、将来の不安というのが賠償の対象になるということ自体は中間指針とは矛盾しないことだと思いますので、そういう考え方を取るかというのがまず最初の
問題点だろうというふうに思います。で、まあ、今日この点についてちょっと必ずしも私自身もあるいは事務局も、指導として準備しているわけではないので、あまりその踏み込んではちょっと議論できないと思いますけれども、まあ、今仮に私の理解を示しましたけれども何か違ったご理解あるいは考え方をお持ちの方があればお聞かせいただきたいというふうに思います。先ほどの大塚委員のはどういうご意見だったのかな。今に関しては今中島さん委員のご意見に対してではなくて先ほど野口先生がおっしゃった、もとも本質的なというふうに言っていた失礼ですが、もともとこの問題自体にある問題をちょっと、はい、別の論点がっていうか本来的な論点があるということを申し上げたかっただけですので、はい、中島委員のご意見との関係でちょっとまだ私よくわからないんですけど、自主的避難者の苦痛っていうのは必ずしも将来の不安ってことだけじゃなくて、やっぱり生活の拠点を奪われたとか新しいところに住むことになって、まあいろんな疎外感があるとか、まあ、それに伴ういろんな精神的とか新しく生活費が増加したとかっていうようなことがあると思うので、私は強制的に避難させられた人が7ヶ月目に入って自主的避難者の苦痛にできたっていうのはちょっと悲しもよく分からなくて申し訳ないんですけど、完全に同じ意見にはちょっとなってないんで、それです、うん。そこはですね、ちょっと私が中島委員の意見を補充するわけでもなんでもないんだけども、おそらく自主的避難については、あるいは滞在者も含めてまさに今日ご議論いただくわけですが、そこでの賠償っていうのは一体何なのかと。で、今日の案は滞在先での例えば自主的避難された人が滞在先での不便というものも考慮要素になってはいるんですけども、一番の大元は、やはりこれ、初期って言葉を使っちゃいけないのかもしれないですけど、比較的、事故を起きて当初それからしばらく経ってからと多少違う要素がありますけれども、放射線量に対する、不安、放射線量っていいますか放射線被ばくに対する恐怖とか不安というのがかなりいくつかの要素の中では大きな要素になっていて、これが自主的避難あるいは滞在者の賠償の中心になるだろうと。で、そうなるともうすでに早い時期に避難されていて強制的に避難していて、その人たちの生活が避難先で長期化しているという時の増額要素である、それは私は先ほど長期化して将来の生活がどうなるかということを見通しがつかなくなる不安、これがだんだん大きくなっているというふうに考えると、そうするとちょっと中島委員のとは少し違うかもしれませんけど、ここで問題にする自主的避難者の賠償とは少し違った要素があって、であるとなるとこの星米2ページ目の米印に戻ってきますけども、そこで、重複して賠償でもいいっていう考え方になるかもしれないし、先ほど中島委員は自主的避難の賠償とそれから7ヶ月目の増額分っていうのが似たようなものになるというふうに考えると、仮に考えると重複というのはおかしいという、そういうご意見だったと思いますね。はい、野村委員。損害が何を考慮して算定されているかっていうのをこう考えて重なっているか重なっていないかで考えるって、それは基本的にその通りだと思うんですけれども、中間指針を策定してたときに、自主避難のことについては今後に先送りするということで、そういう問題があるということは一応考慮には入っていると思うんですけれども、自主避難者にある程度具体的にどういう損害を、認めるべきかっていう議論がこう進んできた段階でこうなんですかね、レトロスペクティブに、過去を振り返ると、本来避難者に滞在していたところでの生活の部分で、どう考えるのかっていうのを若干修正する余地があるのかなという気がちょっとしてまして、そうすると先ほど中島委員の言われたような考え方もあり得るのかなとちょっと思ったんですけど、状況っていうのはどんどん変わるわけですから、前の固執する必要はなくて、新しい状況の下で改めて考え直して中間指針とのすり合わせといいますか整合性も、見直してみるということはね、当然あってしかるべきだと思いますので、今の野村委員の意見もよろしいんじゃないですか。はい、
いわゆる現在の審議、ですね、中間審議を取った時の考え方というのがあってですね、でもそれで一応半年ということと、まあ、それ以降の減額ということを考えていたと思うんですが、確かに実際の、まあ、当事者の苦情の場面で、まあ、新しい考え方が出てきたということになるわけですが、それを今ですね、きちんとそのなんかこうなし崩し的にこう取り入れるのはですね、新の考え方をちょっと崩していくかなっていう非常に危惧があって、もしそれをされるんであればやっぱりきちんとそこは議論されて整理をされた方がいいと私は思います。でむしろ私自身はこれは当事者の誤情なので、刷新社会の考え方と違って考えられても、それはまあある種当事者を合意したものであれば審査会はそれでそれを尊重する、別に増額されてるわけですし問題がないと。でただまあそこであえてその考え方を積極的に変えるんであれば、そこはきちんと議論して変えないとですね、これは将来的になんかこう判断枠が崩れてしまう恐れがあるので、そこはやっぱりもしそういう考え方を新たに捉えるんであれば、次回ちゃんと議論していただいた方がいいかなというふうに私はまあ思ってます。はい、それから、まあ、今回のものについては確かにいろいろと、そのいわゆる、違った見方ができるかもしれませんけれども、やっぱり避難指示でされた方のある種の苦痛というのは非常に大きいものがあったということで、我々も積極的に認めたものですから、その場合やっぱり自主避難をされた方の不安とですね、まあ、やっぱある種やっぱり違うということは認めざるを得ないだろうという意味では、やっぱ包摂関係というふうに私は実際上捉えていて、まあ、そういった意味ではここのところはまあ基本的には否定的な考え方を一応私は取っているということだけ申し上げたいと思います。まあ、今のご意見も一体中間指針が何を賠償の対象にしてたかということと関係していると思いまして、まあ、この点について、まあ、現在の問題が出てくる以前においては、それほど詰めて一体そこで何を損害として考えてたっていうのをギリギリ詰めることはしなかったわけですけど、今改めて新しい状況が出てきて、新しい問題が出てくるとなると、やっぱり中間指針の時の考え方は何であったか、これは別にそれを修正するっていうのではなくて、何であったかっていうことはある程度議論した方がいいのかなという気がいたします。で、私もなし崩し的に変えるっていうことは適当ではないと思いますので、その点高橋委員と全く同じご意見です。で、ただその中間指針の下での賠償は何であったかというのは、先ほど言いましたように人によってニュアンスは少し違うかもしれませんけど、私はこれは特にこの10万円5万円というふうにこう下げた理由などを考えてみますと、当初においてはその避難生活が短期間であるとか非常に不便なところで生活をせざるを得なかったと。でそれがある程度仮設住宅などに移ることもでき、その不便さというものが解消されてくるということで、そういう不便さっていう観点から考えると減額してもいいのではないかというのが、おそらく一番中心的な考え方であったのではないかと思います。で、まあこれまあ交通事故なんかの場合の考え方なども少し参考にして、あれもまあ、病院に滞在していても、しばらく経つと多少不便さが解消するので、まあ、減額するという考え方、それをまあ参考にしながら、まず、この部分はちょっと評判悪いわけですけれども、しかし今のような不便さという観点からすれば、7ヶ月以降が減額されるというのはあり得る考え方であったと思います。で、それが中間指針の考え方だとすると、まあ、中島に言われた増額分についてどうするかって、ここではもうあんまり本格的には議論しないでいきたいと思いますけれども、増額分についてはその不便さの問題ではなくて、やはり、1年近く経っても、まあ、1年経ってないわけですが、その長期間経っても、一向に、先行きが見えないということによる不安さというものがだん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 こっちは増大してくるというので、それをどうするかという問題と考えることができる、まあ、これだけかどうか分かりません。それから自主避難の方は、これは不便さの問題ではなくて、今日まさにさっき言ったようにご議論いただきますけれども、一定量の、まあ、放射線などを浴びるという状況の下での、不安ですね。ですからこれも不便さとは違う問題が中心になりますので、まあ、私は3つとも全部本当は違うと思うんですけれども、
いずれにせよ今日ご議論いただきたいというふうに思います。ちょっと多少少し話しすぎたかもしれませんけど、他のご意見の方いかがでしょうか。そして最低限ですね、これは高橋が言われたように、この東電の方が賠償額増額に応じるということで、増額する分についてこちらの審査会でもって、積極的に中間審査と矛盾しているということであればまた別ですけども、そういうわけでは必ずしもないということであれば、これを否定する必要はないと思いますので、最低限そこまでどういう賠償かということは詰めないでも、そこまでご了解いただければ、この話についてはもうちょっと情報等が集まってからさらに議論することはあるにしても、この会としてはそれについてこれ以上は問題にしないというのはいかがでしょうか。よろしいですか。いいですか。じゃあこの点についてはこの上にさせていただきまして、今日の、この資料に基づく論点についてさらにご議論いただければと思います。先ほどの2ページの上の米印のところが、増額分と関係しないとは言っても少し関係するとかあるっていうのは確かですけども、ちょっとこれ自体の問題として、米印の自体の問題として、ご議論いただければとかと思います。簡単に言いますと、これは例えば20キロ圏あるいは入立村等計画的避難区域から避難された方が、例えば、福島市などに避難されていて、で今回もしこの福島市っていうのがこの対象区域になって、そこでの滞在者に対しても賠償するということになると、今までその避難指示で避難した人たちに対する中間指針での賠償っていうのは一方ですでに与えられているわけですが、それプラス今回の、自主的避難者等滞在者を含む人たちに対する賠償っていうのを、加算していいのか、それとも加算すべきではないのかという問題ですね。ということでいかがでしょうか。ここは大塚委員の先ほどのちょっとごめんなさい、この部分についての、先ほどのご意見が必ずしもよくわからなかったんですけども、加算して構わないっていうご意見だったんですか。理論的には福島市もある程度線量が高かったり他の要素でこの滞在者の区域に入るとすると、賠償すべきだということになると思うんですけども、他方で別の要素として一応考慮しなくちゃいけないこともあるかとは思いまして、それも一応申し上げておきますと、避難強制的に避難された方がどこに移るかということについてある程度自由であったとすると、それをどう考えるべきかという論点と、それから強制的に避難された人でも、例えば会津に移られた方と福島市に移られた方っては違ってきてしまうことになりますが、その間の公平性はどう考える必要があるのかどうかっていう問題、今の2つの問題はちょっと考慮せざるを得ないということを申し上げておきたいと思います。で、私はだから払うっていいと思ってますけども、ちょっと今の2つの問題は考えざるを得ないということも同時にちょっと申し上げておきたいと思います。避難した先がどこであるかによって、もしこれ重ねて賠償するっていうときに違ったことになってくるっていうのは、ちょっと嫌なところではありますけれども、ただ賠償する根拠っていうのがもしこの放射線量に対する不安だっていうことになると、これだけじゃないんですけども、こういうものが中心だということになると、そうすると大塚委員のご意見どうなるんですか。つまり今ちょっと具体的な今合図が外れかどうかは別として、仮に自主的避難者等の賠償の対象区域にならない、滞在者の賠償区域にならないというときに、そこに避難された方は、対象にならないということは、その放射線量に対する不安というのはそれほど心配ないものだということですから、なんか差があってもしょうがないのかなという気もするんですけども、もう一つの問題はどこに移られるかに関して、かなりある程度自由があったかとか、今からでも、最初からその滞在者のようにこの区域に住んでいらっしゃる方に比べると移動しやすいかとかですね、そういう事情をどう考慮するかっていう問題もあるかとは思います。そっちはちょっとあるかもしれませんね。
いかがでしょうか。ちょっと今なんか発言してて自分で気がついたんですけども、例えば20キロ圏内に、から避難された方の賠償の対象は、避難した先での不便というのが中心であるあり、かつそこでの生活費の増加分も確か入ってましたよね。そういうの一応平均的なものは。そうなるとその慰謝料部分はともかくですけど、そういう生活費増加分っていうのは、福島市に避難してそこでの、まあ、放射線量に対する不安を中心とした慰謝料部分はいいけども、そこでの生活費の増加分も入るとなると、なんかそこの生活費の増加分はちょっともしかしたら重複してるかもしれないって気が。あ、米倉委員どうぞ。今まさにおっしゃられたことを今感じていたんですけれども、最初の中間指針の段階で含まれていた項目と今回出てきた項目の重複が明らかに一部あるんではないかな、はい、そうするとたとえ加算するにしても同額っていうのはやはりちょっと納得がいかないんじゃないかなっていう、うんうん、なるほど。重なる部分っていうのは今ちょっと私が申し上げたようなことをお感じですか。他にいかがでしょうか。あ、中島、あ、じゃあ中島委員、野村委員の順番でよろしいですか。私はむしろ先ほど高橋先生がおっしゃられたように重複、すべて重複しているとみなして、うん、加算すべきではないというふうに考えるんですけれども、うんうん、それはまあ今の時点になってみると強制的に避難させられた人も、うん、自主的に避難している人も精神的苦痛という面では生活費増加分も重複してますし、精神的苦痛という面ではやや性質が違う面はあるかもしれないけれども、まあ、類似した性質に、まあ、なってきていて、これはやはり両方が重なり合っていると、むしろ見た方が、まあ、実際的なんではないか。あと、まあ、先ほど大塚委員がおっしゃられたように、強制的に避難させられた人がどこに避難したかによって、その金額が変わってくるということでも、もうという、まあ、アンバランスも考えますと重複して支払うべきではないんじゃないかというふうに思うんですけど、今のご意見の前提はしかし先ほどおっしゃってたと思いますけども、7ヶ月以降の 5万円だったのが10万円増額されたという前提の話ですよね。増額されるという前提ですね。損害項目が重なっているとすれば、もちろん二重にということになると思うんですけども、うん、精神的損害の部分でその何が根拠かっていうのはここで議論しているときはそういう根拠として議論してますけれども、現実にその請求する時点になればそこに居住しているかどうかっていう、うん、客観的な事実だけで、うん、おそらく決まってくるわけですよね、うん、その人が不安を感じているか感じていないかと関わらず、はいはい、うん、そうだとするとその部分は少なくとも滞在者として評価されてもいいのかなと、特にその、うん、最終的な時期がちょっとよくわからないんですけれども、うん、強制的な避難の避難者としてのその、損害賠償が終わった時点から先の部分にその自主避難の部分がずれ込んでいるんだとすると、うん、その部分は少なくとも認めてもいいのではないかというふうに思っているんですけど、うんうん、なるほど。まあ、基本的には重複してということですね。そうすると、ね、はい、他にもしご意見があれば草間に。私も生活費の増加分は別として精神的な苦痛に対するものはちょっと中間指針の要するに強制的に指示に従って行政の指示に従って避難した場合と今回の自主避難とは違うと思うんですね。だからそういう意味では精神的負担に関しては重複っていうか別々に別個に、うん、支払ってもいいんじゃないかなと思っていて、ただ生活費の増加分っていう点では重複すると思うんです、うん、それに関連しましてこの3ページのところの、はい、その損害項目のところで特に丸1の書き方ですけども、
最初にその生活費の増加、特に実習避難した方たちについては生活費の増加分が来て次に精神的な負担ってこうあるわけですね、はいはい、で私はやっぱもし生活費 の、 あの増加分というような形で行くと今日その例えば騒音とか悪臭とかいう形で慰謝料でご説明いただいたわけですけども、この金額ともっとかけ離れたお金になるわけですよね。で今回その実習避難にしましても滞在する方たちに対してもいずれにしてもその放射線に対する不安に対する精神的な苦痛っていうのはまず最初に来るんじゃないかと思うので、この丸一のポチョ1ポチョ2っていうんでしょうかね、これはちょっと逆にすべきじゃないかなと思うんですけども、書き方としてこの生活含みますよっていう点で見れば同じですけども、やっぱりこういった順序性ってあると思いますので、はい、精神的な苦痛を中心にやる、でそのことが滞在者も認めることになると思いますので、このポチョ1ポチョ2っていうのはちょっと順番を入れ替えていただいた方がいいんじゃないかなと、思いながらも思います。でいずれにしても精神的負担に関しては中間指針で決めました、その行政の指示に従って避難した場合と今回の場合では、うん、やっぱり若干ニュアンスが違うので、うん、独立に考えるべきじゃないかなっていうのは私の意見ですけど、うん、どうもありがとうございます。他に今の点についていかがでしょうか。はい、どうぞお使いに。私の意見は先ほど申し上げた通りですが、うん、ちょっと確認で事務局に確認したいんですけど、うん、その強制的に避難させられた方たちはどこに移るかに関してどのぐらい自由度があったかということについてちょっとご説明いただけると参考になるかと思うんですけど、いかがでしょうか。今この場でその正確な全く正確なことはちょっとなかなか申し上げられる資料を、持ってございませんが、一般的に言って仮設住宅避難所等ですね、ある程度 の、 選択の余地はあったかと思いますけれども、かなり仮設住宅なんかはまあある場所がですね、少なくとも最初の段階では、そんなに選ぶ余地が少なかったのではないかというふうに、考えられます。もうただいまの議論は先ほど2ページ目の上のところの範囲を超えてもう第二の実質的避難者等の損害についてに入ってますけれども、どうぞここまで射程に含めてご議論いただければと思います。で先ほど草間委員が問題提起された3ページの丸括弧3の丸1、これ自主的避難をされた人たちの賠償損害項目っていうんでしょうか、あるいは損害についての基本的な考え方、それから丸2が滞在を続けた場合における考え方で、まあ、私も草間委員と似たような考え方で、基本的にはこれは放射線被曝への、恐怖不安というのが基礎にあり、かつそれが損害の中心的なものであるというふうに考えております。で、だから両者とも同じような賠償をしたらどうかということですが、ただいろんな、要素を考えたときに、これ前回 の、 インタビューといいますか、自主避難された人たちの話なども聞き、あるいはまた理論的にも考えたときに、生活費の増加分というのが、これ現実にはやっぱり人によっていろいろ様々なので、多い人もいるし少ない人もいるのでなかなか言いにくいんですけども、なんか当初この案を作って私もこれでいいと思ったのは、自主的避難をされた方は生活費の増加分というのが金額的にやっぱり多そうなの で、 それに比べると、避難した後での、放射線被曝の不安というのは結局避難されてますから、その分は低下して金額的には精神的苦痛の部分が少し少ないかもしれないと、金額的な問題ですけども、ということで順番がこうなってますけども、おっしゃったように理論的に考えると、理論的っていうか実質的に考えると、金額の高の問題よりも何が損害の中心なのかという考え方からすると逆の方がいいという考え方は十分あり得るなというふうに思います。はい、お使いに。ちょっと非常に理論的な話になっちゃってあんまり役に立たない話で申し訳ないんですけども、私が考えているのは自主的に避難した方は避難する前は滞在者として不安を感じておられて、この丸2の丸括弧傍聴1と同じことを感じておられて、それが損害だったんですけど、避難した後は精神的苦痛っていうのは
むしろその生活の拠点を失われたとかっていうことの方が中心になってしまって、不安はということ自体が接して苦痛では多分なくなっていくと思うので、うん、そういう意味では生活費の増加の方が、多くはなってしまって、損害賠償 の議論をすると権利侵害のところは不安が中心で、うん、生活権侵害だと私は思ってますが、不安が中心なんですけど、その後の損害額の方の話をするときは、滞在者と自主避難者はだいぶ違ってきて、うん、自主避難者はその後は生活費の増加の方が、メインになるっていう整理なのかなと思ってました。元が不安であることは事実で、草間委員のおっしゃった通りで私も非常にシンパシー感じてるんですけど、額の方の損害としては、順序はどっちでもいいんですけども、生活費の方が増えるのかなという整理じゃないかと思ってはいたんですけども、もちろんそういう考え方に基づいて、で、金額のレベルを主として金額って言いますか、損害額のことを特に考えて、この1ポツ2ポツっていうのが分かれていると思いますけど、これについての説明っていうのが4ページの考え方の括弧2のところに出ておりまして、で、避難された方と滞在した人たちの間では、主な損害額を構成する主な要素っていうのは多少両方とも共通な要素はあるけども、どっちにウェイトがあるかっていう時に多少ウェイトが違っていて、で、避難された方は今お使いに挙げたように精神的苦痛の方は少し減っていると、だけども生活費の増加分というのは増えているので、で、滞在者の方は生活費の増加分の方はそんなにないのに対して、不安の方が大きいと、で、ちょっとどんぶり勘定ですけども、今のように考えると、両方ともだいたい同じぐらいな額になっておかしくないのではないかというのが4ページの括弧2に書いてある考え方です。ここのちょっと今4ページの括弧2のところに行き当たりましたけども、前回の議論でも、滞在者と自主的避難者については、同額でいいのではないかというご意見もいただいたと思いますし、私もそういう考えと思っておりましたが、ただ必ずしも皆さんの合意がそこまで得られたわけではなくて、生活費の部分が大きいのであればその部分は加算するような形の解決というのもありうるのではないかというご意見も言われた、確か大塚委員がそうでしたかね。交通費ですか。はい、私、高橋さんですか。交通費ないし、そうすると生活費については加算するという考え方もありうるということですので、ちょっとここはもしかしたら差を設けないのが合意的であるというのは少し踏み込みすぎてますので、ここについてはさらに下がった方がいいというご意見があればそういうふうに修正いたしますので、どうぞご意見があればお願いしたいと思います。はい、高橋。私は実際上やっぱり生活費の増加見て、差し上げるのがいいのかなというふうに思ってたんですが、ただ3ページの安易に1にもありますが、なかなか避難されたっていうことのですね、認定というか、かつ期間というか、そういうのはやはりかなり複雑、いろんな動き方もされている場合があるというふうにお聞きしておりますので、なかなか難しいかな、そういう意味で行政指針としてやはり実行可能性を考えるのであれば、そこはあえてですね、同額ということにするということに、異論はないというふうに申し上げます。はい、じゃあ大塚委員。私はこの3ページの3の案の丸1と丸2にまさに出ていると思うんですけれども、包括慰謝料という発想を取ることには賛成なんですが、自主的避難者の人はその滞在者の方に比べ人に比べて1と2は同じ、まとめてしまってもいいかと思うんですけれども、3はちょっとやっぱりどうしても滞在者にはない費用なので、これは一括金として別に払ってもいいかなと思ってまして、具体的にはこの案の2ってことになりますが、往復の交通費は別に自主避難者だけ払うっていうことにしてもいいのではないかと思います。で、これ結局
まあ、報道していただくときの報道のしていただき方にもよるかもしれませんけれども、1ヶ月あたりの額としては、例えばその、包括慰謝料としては滞在者の方とその自主避難の方と同じにして、ちょっとはみ出した交通費のようなものを自主避難者だけ払うということで、全部の合計額を報道されてしまうと多分違ってきますので、違うということにされてしまうことになるかもしれませんが、月額いくらっていうところと一括金っていうのをちょっと別にして、月額いくらのところは揃えるっていう整理は、あり得るのかなというふうに、個人的には思っております。今のご意見の前提はですか、1ポツ、2ポツのところはむしろ月額で決めて、それで3を一括というふうにおっしゃったんですか。この1ポツ、2ポツの、精神理屈とか生活費の増加分というのを月額で決めていくかどうかというのはですね、ちょっとまた他の論点にも関連してきて、一体いつまでっていうその時期の問題につながってくるので、そこまでちょっとお考えの上でどちらがいいかということをご判断いただければと思います。例えば今ちょっとこの案の前提になっているのは子ども妊婦については、周期はいつまでかっていうのは別とし、ともかくとして全期間にわたっての賠償になりますが、それ以外の人については初期の一定期間部分ということになって、で月額でいくとじゃあその部分が何ヶ月分なのかとかいう問題になってくるんですね。ですからちょっと大塚委員の意見とは正反対の考え方になるかもしれませんが、むしろ1ポツと2ポツの方はもう一括で、仮に3を別が点数にしても1ポツ2ポツの方は全て全期間を通じていくらっていう計算をして、3だけ月額とか、あるいは3を含めてもやっぱり全総額で、いろんなちょっと考え選択肢があり得るんじゃないかと思います。ここら辺についてさらにいかがでしょうか。中島委員。自主避難した人と、滞在した人の差を、移動費用を加算するかどうかという点が絞られていると思うんですけど、はいはいはい、実際の支払いの実務のことをちょっと考えますと、おそらくこの自主避難の人の数は今まで の避難指示に基づく方の一桁から下手をすると二桁人数が多くなる可能性があると、その場合のこの支払いの実際、実務的なスムーズな支払いということを考えますと、果たしてこの人が自主避難した人なのか滞在した人なのか、その証明を求める、金額が違うんであれば証明を求めることになると思うんですが、その証明の手続き、それから避難費用は概算でやるとしても、その避難者か滞在者かのこの区別の証明のところで引っかかってですね、全体としてこの支払いがかえって遅れてですね、救済が遅れるっていうことにはならないかっていうところが少し引っかかるところでして、むしろ誠に大雑把かもしれませんけど、完全に同額にしてしまった方が避難者か滞在者かの区別の証明が必要なくなるという意味では、この支払いが迅速に行われることになって、かえって救済が早まるんじゃないかというような気がするんですが、いかがですか。ちょっとこれ避難者の数がちょっと具体的にいくらだったかってもう一回後で事務局で確認してもらいたいと思いますけど、もしかしたら避難者の数はそんなに多くないかもしれないけども、賠償の対象になる全体数が多いので、その中でその避難した人なのか滞在者なのかっていうのをいちいち確認するのが大変なのかと思いますけど、これ避難者どのぐらいでしたっけ。参考資料2、のところに、最初のページにめくっていただきますと、県による推計、がございます。
これで、まあ、9月のデータで、まあ、自主避難をされている方5万人という、データがございますが、これも全部拾えているかどうかは、分からないと、まあ、県の方の、 調査でも確かになかなかその自主避難者自体を特定するのがその難しいということはですね、聞いてございます。まあ、ですから中島委員が心配された避難者であるかどうかを特定することの難しさというのはあるということですよね。あ、ごめんなさい、お使いちょっとそこは一応考えてはみましたが、うん、でそこは確かに難しいかもしれないとは思ってはいるんですけども、うん、まあ例えば夏休みだけその避難された方もいらっしゃるでしょうから、そういう方をどうするかっていうの問題もおそらく出てくるんだろうと思うんですけども、うん、自主的避難者をそんなにとても限定して、例えば住民票を移した方だけとかっていうことにするわけにもいかない、と思いますので、結局まあ交通費に関しては申請していただくっていうことで実費を支払いするっていうことなんじゃないかと思っていまして、うんうん、そこはだから絶対にこの方は滞在者で、この人は自主的避難者だとかとか、そういうことまでは実務上はやることはちょっと無理だと思いますので、ちょっとやれないということにはなってしまうかなとは思っていますが、まあ、やり方としてはそういうやり方を、交通費の申請をしていただくということだろうと思っていました。わかりました。じゃあ先に田中委員が、どうぞ。ちょっと変な意見になるかもしれませんけど、私は結論から言うと差をつけないということに方がいいと思います。その理由はですね、ここに書いてあるその3ページに書いてある理由っていうのも、生活費の増加って言っても、これをここにいくら増加した、それが私は交通費だから、まあ切符で分かるけど、生活費いくら増加したかっていうのは、避難しているから増加したとか、避難してないから増加したっていうのは、これもバラバラだと思うんですね。それから精神的苦痛っていうのも、実はずっともともとの原点はその放射線の被曝なんですけども、それによって今この時期までこう来ますとですね、避難してる人、避難してない人、いろんな精神的苦痛がいっぱい重なり合ってるわけですね。で、そういうことをこう全部包含して、その差を一つ一つ個別にやることは難しいということで、私は理解してまして、それをまあある程度丸めて、その一つの理解として生活費の増加とか精神的苦痛という、それはここには随分違うけれども、それを丸めてもう差をつけないという方が、私はなんか変な言い方で収まりがいいというのか、っていうのはここに一度いつだったか現地から自主避難している人とか、福島の市長なんかのおいでいただいた話を聞いても、あんまりそこに差をつけると少し逆に社会的な混乱が起こるんじゃないかっていう気もしますので、私は結論は、まあ、あんまりそこはある種の根拠はいると思いますけれども、丸めて同じにしていただきたいなっていうふうに思います、他の皆さん、何かご意見ございますか、この点について。はい、高井さん、さっき言ったの、手を挙げられたかな。はい、やっぱり交通費を仮にお認めする場合もですね、実費っていう話になるのかなっていうのがちょっと疑問で、やっぱりいろんな判断でいろんなところに避難された方がいらっしゃいまして、やっぱりかなり下がって、その時本当に例えば申し訳ないですが、沖縄にいらっしゃった方に実費なのかというと、やっぱりある種合理的な距離に移られた方に対する包括的なある種の定額をという話になると思うんですね。で、まあ、そこからまたさらに大変申し訳ないんですが、まあ、そうであればもうある種包括的な合算の対象にもなり得る性格のものであって、そうすると先ほど中島委員がおっしゃいましたけれども、やっぱり行政上の取り扱いとして円滑な、支払いをですね、やはり、まあ、推進するという立場から言うと、
やはりまあ、私かなり意見変えたということになりますが、ここはもう一括して全てにお払い、同額をお払いするというのが適当なんじゃないかというふうに思います。以上です。はい。よく米子委員。私も基本的にその考えでよろしいんじゃないかなと思っています。で、特に先ほど来、まあ、強制的に避難させられた方々が、じゃあ実際にその新たな地域に入ってきて、滞在者となったというお話があったと思うんですけども、同じように自主避難された方も移った先がやはりそういう洗礼の高いところであるということも当然あり得るわけで、いろんなパターンが入ってくるだろう。そうすると自主避難者と滞在者というのは明確に区別することが非常に難しくなってくる。そういうことを考えれば、もうある一定の範囲内については網掛けをしてしまって、分かりやすい何らかの一定の基準にした方がいいのかなというふうに思っています。はい、大塚委員どうぞ。まあ、あんまり頑張るつもりはないんですけど、まあ、自主的避難者が別に同じ区域の中に滞在者と同じ区域の中に移ってしまったら、それはまた滞在者として扱うだけだと思いますし、高橋がさっき言われたことも、まあ、ちょっと沖縄の人に私も払っていいと、交通費払っていいと思ってますが、まあ、合理的な距離についての条件をつけるというのはまた別にもちろん考えればいいことだと思いますので、まあ、はみ出しを少しでも認めるかどうかというところですね。まあ、私はその包括自治領というのを考えたときに、滞在者については絶対に出てこない移動費用というのを、その自主避難者にしか出てこない移動費用というのを同じように丸めるのはちょっと無理じゃないかと思っているということで、まあ、そんな大した考え方の違いというほどではないとは思っていますけれども、まあ、一応申し上げておきます。まあ、例えば考え方として、この避難帰宅に要した非道費用のところを、まあ、大塚委員はこの散歩通行から外、まあ、簡単に言うと外せということなんだと思う。こっちは別立てにということだと思いますけども、仮に、まあ、このまま残して、ここは通常要するような移動費用というのはやっぱりここに入るというふうにしておいて、でその上で、まあ、これ指針の一般的な性質の問題でもありますけれども、特にその合理的な避難費用が証明できる個別的な場合には、これは、まあ、別途ここの問題とは別に別途請求できるというふうにしておくと、それは大塚委員の考えとある程度言えもよろしいですか、そういう考え方で。まあ、そうしますと、まあ、基本的にはやはり考え方としては、ここで考える包括慰謝料の金額そのものは、これらの要素を考慮した上で、まあ、ちょっと順番はまた再度考えたいと思いますが、両方とも自主避難もそれから滞在者も同額にするという考え方で、まあ、基本的に行こうということが改めて確認されたというふうでよろしいでしょうか。それでは他の論点等についてはいかがでしょうか。この賠償額いくらかっていうのももちろんご議論いただいてもよろしいんですけども、これまあいろんなちょっと一番最後に回させていただいて、時間があれば議論したいと思いますが、他の点はいかがでしょうか。ですね、野木先生、はい、もしよろしければ鎌田先生、あ、そうそう、鎌田さんの意見先に、じゃあここら辺で、はい、本当は議論の始まる前にご紹介しようと思ったんですけど、ちょっと忘れちゃった。鎌田委員からですね、なかなか総長としての、業務がお忙しくて出席できないということで、意見のメモを先ほどいただきましたので、読み上げて、会場には実はお配りしてませんので、できなかったので、読み上げて紹介させていただきます。でまず対象者についてということで、避難区域以外の一定範囲の住民が一定の状態、すなわち事故によって自主的避難をすることが相当であると認められる程度の恐怖不安を抱かざるを得なかったという状態に置かれたことをもって損害と考えるべきであり、その点で自主的避難をした住民もその地域にとどまり続けた住民も同じ損害を被ったものと考える。また今回の追加指針は、これまで賠償対象となっている避難区域からの避難以外の部分を救済することが目的であり、すでに中間指針で賠償の対象となっている部分とは独立に取り扱うことが適当である。ただし、すでに中間指針で賠償の対象となっている者の避難先が追加指針の賠償対象区域内である場合については、追加指針による賠償の対象となる損害は中間指針による賠償の範囲内に包摂されており、追加的な賠償は受けられないと考える。
賠償項目についてということで、自主的避難に関する賠償も本来一人一人の個別事情に基づき行われるべきであるところ、今回の追加指針は多くの被害者が関わる紛争について迅速な救済を図るため、あえて一定の対象地域を設定して賠償項目等を示そうというものである。したがって追加指針においては対象地域内の全住民に共通して認められるべき賠償項目と金額を示すこととし、これを超える損害の賠償を認めるべき特段の事情のある場合にはこれを個別の請求に委ねることとせざるを得ない。避難費用等については避難に至った事情、避難の状況、経費の詳細等は個々の避難者ごとに極めて多様であり、それらを個別的に精査することは困難であること、自主的避難者と滞在者は同種の被害を被っており、その損害への対応に多様性があると考えることも可能であること、多数の被害者に迅速な救済を与える必要があること等を勘案すると、避難費用等も含めた包括的慰謝料とし、自主的避難者も滞在者も一律の額として示した上で、特段の事情のある場合には個別の請求を許容するものとすることが妥当であろうと考える。なお、乳幼児等の避難には同伴者のあることが通常であり、実際の避難費用は同伴者において支出するのが一般であろうと思われるので、同伴者の避難費用については避難者に対する賠償額にこれが包摂されていると考えるのが相当であると思われる。追加指針の対象時期については損害賠償の基本的な考え方に照らすならば、過去のある時点についてその時々の状況に照らして対象区域に滞在することに著しい恐怖不安を抱くことが原発事故と相当因果関係のある損害と認められるか否かを評価するのが原則であり、将来についても損害賠償を認めるか否かはこの状態が続くことに高度の蓋然性のある場合に限られる。審査会は避難に関する新たな行動指針や安全性に関する新たな基準を策定する権限も能力も欠けていることも考慮に入れて慎重に検討されるべきものと考える。以上でございます。はい、まだ議論していない論点についてのご意見も入ってたと思いますけれども、今まで議論した中で言いますと、避難指示に従って避難した人が今回賠償の対象となる地域に避難してきた人に重複して賠償するかどうかということについて鎌田委員は否定的な意見だったということですね、今のはね。で、先ほどご意見、何人かのご意見はいただきましたが、中島委員はちょっと条件付きで5万が10万に上がったらという前提のもとだと思いますけれども、そうでない場合には重複で構わないけれどもということも含まれているんでしょうか、5万円のままの場合は。そこはそこ、ごめんなさい、よろしいですか。で、今のところですから、他にまだご意見おっしゃってない方もおられるかもしれませんけど、ここの場でのご議論の中ではやっぱり賠償の対象が違うので、重複の方向で考えたらどうかというのが今のところ体制ではあると。しかしこれについてもさらにご意見があればお伺いいたしますけども、まだ全員一致ではないので、少し議論をもうちょっと詰めてみたいというふうには考えております。まだ議論されていない部分についていかがでしょうか。今の蒲田一家の中でも出てまいりましたけども、この同伴者についてどう考えるかっていうのも、これもかなり、難しい問題かと思いますので、この点についてご意見があれば伺いたいと思いますが、鎌田委員のあれをきっかけにして議論するのは本人がいなくて申し訳ないけど、子どもや妊婦については同伴者がついているのが普通だから、だから子どもの賠償の中にその部分も含めて子ども一人分についての賠償額を決めればいいという、そういう意見ですかね、おそらくね、そういうようなご意見ですかね。これは単価っていうのか、その分も考慮して少し増えることになるっていうふうに考えると、同伴者を一人分計算するのと同じようなことにはなるんだろうと思いますが、はい、どうぞ。濱井、年齢をどう考えるかっていうのであると思うんですね。はいはい、未成年者全部を対象とするというようなことだったら、一人だけ言ってるっていうのもあり得ると思うんですけども、
まあ、乳幼児みたいな、うん、親がついてなければいられないような年齢であれば、うん、まあ、それが多いんだと思うんですけども、同伴者もその中にカウントされていると考えることも十分可能だと思うんですよね、うん、ただもう一方でその滞在していれば滞在者と司法化されるのに一緒に行くと、うん、例えば2人分が1人分になるというそこをどう考えるかということじゃないかと思うんですよね、うん、でそれがその、言ったことで必ずしも同額だという今議論でやってますからカウントはされないわけですよね。滞在していれば滞在者の方で計算すれば同じものなんですかね、うん、どっちかで計算すれば金額同じであれば同じことなんだね、うん、いやただ一人になっちゃうんじゃないかっていうことなんですよ。5ページの上の方とか3とかで書いてありますから増やすかどうかって話だと思います、うん、自主避難者の場合に、うん、増えるんだ、まあ、私は広い人がいいと思ってますけど、うん、そういう前提の議論です。そうそう、うん、人数分が増えることじゃないけどやっぱり同伴して避難しているという考え方のもとでその子どもと同じように避難している以上やっぱり生活費の増加分とかいうのがあるのでそれを考慮すると完全に1人分 増加なのかどうか分かりませんけども、まあ、全期間を通じての多少増加分があると。で今ちょっと言いかけたことですけどこれ同伴者の場合に、これは子ども妊婦以外のカテゴリーの人だとすると、そもそも今まで議論してきた立て付けの中ではその人たちにそういう子ども妊婦以外の、 同伴者の場合には本来であれば賠償額が、まあ、初期の分ということで額がこう減る全期間通じて、精神的損害を多大に被ってるっていうカテゴリーとは違って賠償額が本来減る人間なんですね。でこの人が一緒についていくと確かに生活費の増加分はあるんですけども例えば放射線被曝の、恐れを感じるのが合理的なので慰謝料を賠償しますという時のその説明の仕方が同伴者について当てはまるのかっていうとそこはちょっと気になるところではねあって。ああどうぞ高橋。この問題設定自体はちょっとミスリーディングかなと、うん、あそうですか思っていて、滞在した方にも、当然その子どもや妊婦さんのケアする方がいらっしゃってやっぱりそういう方が例えばはですね何がしかの、ものがですね、自主避難した際のある種必要に出てくるような慰謝料とかですね、生活費用と、まあ、同じようなものはやっぱりいても発生するはずだと私はまあ思っていて、でそういった意味ではそのこれをあえてですねやっぱり滞在者の方の、同伴者の方とのあえて区別した形で実施難した形の同伴者というのをカテゴリーとして考えるというのはどうなのかなと意味では、アンさんと結論は同じなんですけども、ある種そういったようなものを見込んだ上での、同伴者、妊婦や子どもの損害というふうに見ればそれで済むんじゃないかと私は思います。ですが、まあ、鎌田先生の意見と私は基本的に同じような気がしておりますが、はい、以上です。どうぞ。まず草間にその後お使いに。ちょっと全然別の視点かもしれないんですけども、はい、私もどちらかというとアンさんでいいかなと思うんです。例えば、まあ、子どもの場合は子供ずっと子どもっていうか、まあ、宗教をどこで考えるかは別としまして子どもですけども妊婦の場合はもし同伴者を考えるとどこかの時点で生まれた後2人になるわけですよね、うん、だからそういった煩雑なこととを考えるともう鎌田委員が言うようにその、この対象者の中に同伴者を含まれるというような形でもうと考えるのが一番単純だし混乱がないんじゃないかなと思いますので、アンさんでどうかなと、うん、思います、うん、なるほど、はい、お使いにどうぞ。
高橋がおっしゃることの生活費の増加っていうのは、滞在者の生活費の増加に関して、その同伴者が、受けるのと、それから自主的避難をしたときに受けるのとは、だいぶ違うと思いますので、さっき能見先生がおっしゃったこととの関係では、確かに同伴者は、自分が受けるその被爆のリスクとの関係での合理性から動くというわけではなくて、その乳児とかが幼児子供が動くときに一緒について行かざるを得ないからっていう、だからそこまで相当因果関係の範囲に入ると私は思いますけれども、という説明になりますけれども、そういう理解で考えればいいんじゃないかなと思います。で、鴨先生がおっしゃっていることのお考えというのはもちろんあり得ると思いますが、その子どもの その損害の中に含めるというのは、私はちょっと実際には難しいのかなと思っていて、それはそれなりの額になればまたいいのかもしれませんけれども、論理的にこういうことが可能なのかというのは、ちょっとなかなか難しい面もあるのかなと思います。アメコで不法行為の理論の議論はしたくはないけども、例えば大塚委員が例えば心配されているのは、子どもに対する、ある種の不法行為であってね、でその子どもに、かかる経費であると、同伴者がいなくちゃいけないっていうのはその子どもにかかる経費みたいなものでしたって、子ども自身がその同伴者の生活費分も含めて損害を被っているというふうに考えると、そうすると同伴者の経費分というのを子どもの損害の時に考慮して、少しこう額をその分は考える、ちゃんとね、単に要素として入れるというんじゃなくて、やはり少し同伴者もいるというのでかかる生活費を考慮して、しかしそれは同伴者固有の損害というんじゃなくて子どもの損害と考えるということで考えれば、なんか実質は同じようになりそうな気がしますけどね。ちょっと増額はせざるを得ないのかなというふうに、今まで子ども一人でこのぐらいだと、精神的損害あるいはそれ以外のいろんな生活の損害分についてはこのぐらいだというふうに考えていていた額というのがもし仮にあったとすると、やはり同伴者分についての生活費の増加分というのはそこで考慮して加算するので、若干はやっぱり上げざるを得ないんじゃないですかね。蒲田委員の趣旨も、そういうのを否定するという趣旨ではないと思いますの で草間委員もそうですよね、おそらく。はい、他に何か私もいろいろ複雑な問題を考えると、同伴者分の損害はそこで加算すればいいのかなっていう気もしますけど、もし他のご意見があれば、これ高橋にもそれでいいよね。私はですから、言った悪かったのですかね、やっぱり滞在者だって、ある意味では子どもと一緒に生活されている方がいるはずですよね。そうです、はい。その場合にある種その子供がそういうところにいるところによるですね、ある種の精神的な不安というのは当然持っていらっしゃると思うんですよね、その親御さんというのは、そういうのを見なくていいっていうのはどうなのかなと。で、意味では全く私は別につまり一緒に行ったからっていうことでプラスアルファっていう話にはならないんじゃないかなと。特に精神的な損害についてはですね、精神的損害はむしろ加算要素にはしない方だと思います。むしろ一人分どっかよその場所でもって、子供だけじゃなくてもう一人同伴者もそこで生活しなくちゃいけないということから来る生活費の増加分が一番問題なんだろうと思いますけど、でそれは滞在する場合にはそういう問題が生じないので、その分はしかしどこで調整するかっていう、滞在者と避難者とでもと同じように考慮するとなると、ちょっと金額の調整が少し面倒くさいなっていう感じはしますけども、ただその、同伴者の方っていうのはあれですよね、行動の自由っていうのは、ある種免れるわけですよね、制約っていうのは、行動の不自由ですか、そうですね、それによる、不利益っていうのは免れるわけですよね。避難された人についていく同伴者の、そうですね、はい、だからあまりそこをプラスアルファいろいろと細かく見ることが必要なのかどうか、ちょっと私は民法の専門ではないので、もう少し民法の先生方に教えていただければなと、次回までに。
すいません、ここは非常にない、行政法学者としてない島で大変申し訳ないんですが、その辺も教えていただければありがたいと思っています。はい、まあ、今おそらく問題はですね、避難した人とそれから、滞在者との間でもって先ほど、まあ、金額を同じにした方がいいだろうという前提、大枠があってしかしその、この同伴者分っていうのを1人分としてカウントするんじゃなくて、子ども妊婦の被る損害、自主避難をする人の、まあ、生活費増加分の中で、まあ、考慮すればいいということなんですかね。はい、要するに子どもとか妊婦を考えましょうっていうのは時期を2つに分けて、うん、ですよね、まあ、実質的にはね、実質的にはだからそうなりますと、はい、もう初期、まあ、どこでその第一期にするかは別にしまして、うん、第一期に関しても、うん、自主避難者と滞在者は同じにしましょうとしたわけですので、はい、第二期は多分子どもと妊婦っていうことになると、うん、その同じように自主避難者も滞在者も同じにしましょうという考え方の方がすっきりすると思うんですね。だから自主避難者は同伴者がいる、だけど滞在者は同伴者がいないからというような形ではなく、やっぱりその今この分けた前提がその第2期に子どもと妊婦ということだったので、だからそうなりますともう第1期が同じように考えたと同じ考え方で第2期も自主避難も滞在者も同じに考えるということになれば、もう同伴者もレースとなると、この同伴者っていうとさっき妊婦の場合はどこの時点で2人になるのとかこうなってしまうので、もう同じに考えるという形でやったらいいんじゃないかなと思いました。おそらく高橋の意見もそういうことになるんだと思いますね。ちょっと私が誤解したかもしれないけど、滞在した子ども妊婦についてもこれは全期間にわたってその放射線の被曝の影響はそういうのは大きいという不安を持つのは合理性があるということで賠償対象になり、でその人たちについても、まあ、実質の反射分の反射分というかちょっとプラスアルファの部分が考慮されるとすれば、滞在者も避難者も同じように考慮されると、で金額は差はないと、そこではね、そういうふうにまとめればよろしいですかね。いや、どうぞお使いに。まあ、だから簡単に言えば宿泊費とその日々 その生活費の増加とは全然違うっていうことですよ、簡単に言えば、うん、高橋先生が気にされていることについては、うん、一言で言えばそういうことだと思います。ただ、まあ、それをどう見るかっていう問題は、まあ、考えていただいた方がいいと思いますけども、うん、それは同伴者やっぱり一人ずつ分増えることは増えるので、そこをまあどういうふうに、まあ、とにかく額をできるだけ近づけようとするときにどういうふうに調整するかっていう話じゃないですか、ね。そう、どっちに近づけるかですね。まあ、税額費増加っていう形で同じだ同じだって言ってても、それはもう多分全然違う額にはなるわけですね。と、はいはい、いうことで具体的な議論、どうぞ米倉君。今のお話に関して確かに生活費の増加というのは同じじゃないかもしれないですけど、逆に滞在された方々のお子さんに対する不安感というのはさらに大きいわけですし、うんうん、しかもそれに伴って多分いろんなことをされてると思うので、それによる増加分っていうのも出てくるから、そうすると精神的な、まあ、損害とこういうものを入れると一緒にしてしまうというのがやっぱり分かりやすいかなと思います。なるほどね、よく分かりやすいですね、今の考え方も。もしかしたらこれは大塚委員の先ほどの避難費用とちょっと共通する問題が少しあるのかもしれませんね。で、特別にプラスアルファの部分っていうのをやはり認める余地を残しておいた方がいいっていう問題と、それから実際にこれいくらの金額にするかっていう問題ともおそらく関係してくるんでしょうね。でちょっと金額の問題は今日はそこまでちょっとできないと思いますけども、それはいはい、ちょっと根本的な問題として本当はあると思うのは、結局同じ額にとにかくした方がいいっていう要請があることは私も認識がしていて、はい、まあ、できるだけそちらに揃えたいと私も思ってはいるんですけれども、さっきの交通費もそうですが、ここもまあ同伴者の話はそういうところがあると思いますけれども、うん、それを結局まあ個別的に請求 してもいいという形で、別扱いにするっていうことにするかどうかっていうことかなと思いますけれども、ただ、うん、ちょっと単純にはいかない、ね、紛争の解決という点からして、本当にそれでいいのかっていう気は、まあ、ちょっと個人的には
多少してますけど、単純な別枠ってわけにいかないかもしれない、一応それも考慮して子どもの損害の中で計算するっていう前提を取る以上は、ただ同伴者がいますというだけでもってその別枠で請求できるっていうわけではないかもしれないね。わかりました。ちょっとここは大体の皆さんのご意見はある程度大体の方向は決まってきたと思いますけど、なお若干違う考え方もあり、まあ、少し調整をさせていただきますけども、また大塚委員にはさらに、あるいはもうちょっと詰めたご意見を少し後で伺いたいというふうに思います。で、ちょっと時間の関係もありますので、はい、ちょっと私次があって、はい、どうぞ相対しなければいけない、大変申し訳ないですが、最後ですが、はい、周期の問題についてですけども、はい、私の意見だけ申し上げたいと思いますが、はい、議論を始めた時からもすでに3ヶ月経っておりますので、そういう意味では3ヶ月議論がずれるはずなんですね。でそういう意味ではもはや来年3月10日までは実は確定的に将来を見通せる時期になっているんじゃないかと、もう12月ですから、はい、そういうふうに私は思っております。以上でございます。はい、失礼します。どうもありがとうございました。それでは他の皆さんもこの周期についていかがでしょうか。まあ、ここにいくつかの案が出てて、かなりちょっと違う、単にこの周期の差だけではなくて少し考え方の違いもいろいろあるように思いますけれども、例えば9月末プラスアルファっていうのは、これは単に9月末で一旦切ってまた考えましょうっていうのとは違って、もう9月で切ってもうそれ一切おしまいですという案のように見えますので、それと比べると、第2案というのは一応中間、この中間指針のこの水保の策定時まで、まあ、つまり将来分は認めないけども、過去分を認めるということで水保の策定時までということですけども、将来分をじゃあ例えば来年3月になったらもう一回過去に遡って、もう一回考えるかどうかという部分については、まあ、オープンといいますか否定するわけではないという案になっていると思います。ですからちょっと一案、第一案というのはちょっとまあ、これ単に表現がそういうふうになってしまったからかもしれませんけども、9月で打ち切ってしまうというような案 にの対して第2、第3、第4というのは、まあ、期間を区切ってそこまでで当面考えてということですね。まあ、第4は将来ですから、まあ、ちょっとまたちょっと違った考え方ですけども、ということで どういう考えが適当だとお考えかということをお聞かせいただければと思います。はい、田辺。前回だったか申し上げたと思いますけれども、緊急時避難準備区域の解除って1回4月22日にされてますね。それに対して委員会は審査会は一応7月末ないしは子どもがいれば8月末というところまでその帰宅の期間を猶予して保証を決めたと思うんですね、賠償。そういうことを考えると、このいずれもこれずっと後ろに来てるんですが、9月にしろ12月にしろそことの関係をどういうふうに整理したらいいのかというのはちょっともし教えていただけたらと思うんですけど、おそらくその4月で解除した時にも、でまあ避難されている方でしたっけね、その人たちが戻ってこれる状態になったので、戻ってくるとしても時間がかかる場合があるので、そこで直ちに4月で切るわけじゃなくて一定の猶予期間があるという考え方だったと思いますけれども、まあ、今回のは、ちょっとおそらくそれとは違った考え方で、仮にその、自主的避難の根拠になるのが、まあ一定の放射線量の、に対する不安ということであると、その状態が
続く間は、まあ、賠償するということになると。でだけどその続くっていうのが、まあ、過去部分については続いてきたっていう判断ができるけども、将来については続かないかもしれないっていう未確定要素があるので、そこで一体どこら辺で切るのがいいだろうかというので、ちょっと要素が違うんではないかというふうに思います。であるいはそれでちょっとまた田中委員のご質問の趣旨と少しずれたんでしょうか。そこで賠償したところと今回のやつとのその、まあ、整合性が取れてれば、はい、理屈の上ではいいんですけれども、はい、そうするとその時点で20キロ30キロに戻って滞在している人たちについては今回はもちろん対象になるんでしょうけども、はい、別の考え方、別の賠償の考え方だ、ね、ということになるわけですね、はいはい、これがその最初に申し上げたように中間指針で賠償の対象になっていることと今回の自主避難で賠償対象になるあるいは考え方が違うという前提 で中間指針の方は避難することあるいはいろんなところが商店だとか病院だとか閉まってしまったりしている生活の不便というのが一応慰謝料などの根拠であり、でそれに対して今回の自主避難の方は、放射線の被曝と、まあ、それが一番それだけじゃないけれどもそれを一番中心的な要素として考えた時のその不安から来る、避難あるいは滞在していることによって不安がさらに続くということに対する賠償であるということで、賠償の対象は違うのでそこでこういう期間を限定するときにも少し違った考え方になってくるということなんではないかというふうに思います。ちょっと今日の議論とは少し違うんですけども、うん、9月末に緊急時避難準備区域が全面的に解除されましたので、はい、これについての周期っていうのはいずれまたどこかで議論されると思うんですが、はい、それより長くなるっていうこともあるんでしょうか。この後ろ、今周期の議論はこれについてはやってないと思うんですが、そうですね、はい、それはその放射線量の現在考えている相当な放射線量っていうのがずっと続くとなるとおそらくこちらの期間の方が長くなるってこともあり得るんではないかというふうに思いますけどね、私自身は。これ、ね、何かもし今について私の理解と違うご理解をお持ちの方等がおられれば。ちょっと前提、はい、どうぞ。自主避難、自主的避難っていうことは要するに行政の指示による避難に対する自主的避難なんだろうと思うんですね。だからそういうことを考えるとその9月末に一応もう緊急時、準備区域も解除されっていうことで国はそういう一つの判断を下したわけですので、だからできるだけどう言ったらいいでしょうかね、自主避難をいつまでも認めるとこれなかなか復興に向けてとか帰らなくてもいいよっていうような形に回ってしまうので、私はやっぱ自主避難っていうのはあくまでも、指示に従って行政の指示に従って避難をしていたっていうことで考えると、一応この9月の末に緊急時避難準備区域が解除されたとすると9月末 でそれでプラスアルファというのは多分少しその準備の期間というのを含めたプラスアルファなじゃないかと思いますので、9月末プラスアルファというのも一つの考え方じゃないかなというふうに思うんですけども、うんうん、これはおそらくまた自主避難に対する賠償の根本論にまた遡ることになるんだと思いますが、はい、放射線に対する要するに不安あるいは恐怖ということになると、これじゃあ多分これはなかなかその今回の事故に関係した不安等はどんなに努力してもそんなに早速解消されるものではないだろうと思うんですね。
だからやっぱそういった公正性に対する不安恐怖を一つの根拠にしているとすれば、国が出した一つの基準というのは参考にこういった自主避難を打ち切る一つの参考になるんじゃないかなと思っているんですけど、ちょっとまた改めてこの、放射線量の問題に、あまり入りたくはなかったんですけども、また少し入らざるを得ない問題が出てきたという気がしますけれども、今その、基本的な避難、政府の方で避難を指示するかどうかというのは20ミリシーベルトというのを基準にして考えていると。で、したがってそれを、切るような状態のところでは避難を指示するということはしないと。で、だけどもその相当な、どのぐらいが相当かちょっとともかくとして、5ミリシーベルト以上とか40ミリシーベルトとかいろいろ、それ以内の相当20ミリ切るけども相当な線量があると考えられるために、そのためにその不安を感じるっていう人がいて、そういう人たちが避難するっていうのは不合理ではないだろうという考え方をおそらくこれ前提にしてますので、でもし今のように、避難指示のやはり基準でちょっと非常に極論かもしれないけど、草間委員のご意見はやっぱり避難指示の基準で考えるべきだっていうのと大体同じになりますか。そういうことになりますよね。でそうなると、だから20ミリシーベルト以下の、放射線量でもってそれを不安視して逃げるのは合理性がないという意見になるんでしょうか。今実際に解除されたからその20ミリでっていう形で運用される可能性っていうのは多分ないわけですね。そこはよくわかりませんけどね。で多分ここでは線量に踏み込まないで、やっぱりそういった一つ、行政が出したその、こういったどういったらいいでしょうかね、解除とかそういったものを、基準にするの、で線量を云々じゃなくてそういった行為に対して一つの参考にしながらやるとしたら一つの考え方じゃないかなと思ったんです。でそれがこれからさまざまなその土壌ので入れ替えとかいうのもそれぞれ基準があって戻ってくるときに20ミリでっていうことは多分ありえない話なんだろうと思うんですね。だからそういうことを考えると、国が一つの出したアクションに対してそれを参考にしてやるっていうことも一つの考え方だろうと思って今に発言させてもらったんですけど、これは実際にはあれですか、放射線量についてはそうちょっと明確な基準を設けているのか設けていないのかよく分かりませんけれども、例えば20キロ圏のところも将来解除されるいろんな問題が出てくると思いますけれども、解除するときにそこでの放射線量はどのぐらいだっていう前提で考えてるんですか。これ何か分かりますか。もともと計画的避難区域はですね、1年で20ミリシーベルトを超える恐れのあるところということで設定されておりますが、緊急時避難準備区域の場合は必ずしも線量ではなく、だけというか線量というよりはですね、炉内の状況との関係で何か起こった時に逃げられるようにということで区域設定されてますので、したがってその緊急時避難準備区域と線量が直接ですねリンクするということでは必ずしもございません。どうぞ、やればいい。実際に自主避難された方、あるいはその比較的高い線量のところにおられる方々に対するこういう形での賠償というのを認めるという枠組みについて、この状況がいつになったら解けるのかということ自体、我々は、現段階では回答を持っていないわけなので、そうするとやはり、現段階で考える比較的長い時間帯を決めておくしかないのかなというのが私の率直な感想なんです。でその後どうなるかということまでは、現段階で予測できないということを考えると、どこで切るというのは難しいんだけども、やはりどこか区切りのあるところで切るべきしかではないです。ただその場合には割に長い目にとっておいて、その次の事態に対して次を考えるかどうかということを一度議論しておく必要があるかなということで、ちょっと私も申し訳ないんですが、次の会合があって抜けなければいけないので、これは私のご意見にさせていただきます。その期間をどこまで取るかという問題と、それから、
まあ、緊急時に避難準備区域などが解除されて、で、まあ、それをどう考慮するかっていうのは、まあ、少し関係はしますけれども、一応は別な問題だと思いますが、まあ、先ほどから田中委員もあるいはそういうご意見だったと思いますけれども、奥様のご意見というのは、やはり政府の避難指示等の、まあ、解除とか、その基本的には政府の指示に従ったのに、それとまあ矛盾のないようにしろと、まあ、矛盾のないようにというぐらいの考え方ですかね。で、ただ今の事務局の説明でも、緊急時避難準備地域が解除されても、そこでの放射線量がどうか、どのぐらいかということはまた一応 別な問題で、でそこでもし相当な放射線量があるというときに、まあ、もちろん戻ってきてそこで生活するという選択肢を取ることはもちろんそれであり得る選択肢であるけれども、しかし、まあ、いろいろ地域の中には相当な放射線量があるところがあって、そこでそれを不安に考える人がいるということも、それもまたあり得ることで、でだとそういう、人に対する、まあ、賠償ということで、したがって放射線量の相当量、その基準をどこで設定したらいいかということについては、まあ、ここではいろいろ科学的な論争に入り込んでしまうので議論はしないけれども、まあ、相当な量というもので、があるところであれば賠償の対象としていいのではないかというのが、まあ、今までのこの自主的避難についての一応基本ではありましたので、そこにもし適当でないということになると、ちょっともう一回そこを改めてご議論しなくてはいけないのかなというふうには思います。はい、まあ、会長の言ったことでいいと思うんですが、それは時期の問題もありますし、場所の問題もあるんですよね。はい、時期とも関連するということですよね。はい、ですから多分時期を長くしたからといって線量が急に減るということはないわけですね。私も草間先生と同じで、その一種の政府の指示というのはやっぱりきちっと、そこはきちっとしておかないと、混乱すると思うんですが、なおかつ自主避難については認めましょうというのは会長のおっしゃったようなところですから、はい、である程度の線量のあるところについてはそれを認めましょうということで、それはいいと思うんですが、あんまりそこをギリギリ、値をやりますと、今度この場所とかそういうところまでしますので、そこはある程度こうある種の何て言うんでしょうか、こういう判断をしているということで、そのあんまりきちっと詰めていくと、もうどうしようもないような状況が生まれるんで、そこはある程度折り合いをつけたところって、あんまり法律的にはよろしくないのかもしれませんけども。そういうことかなと思ってます。はい、わかりました。まあ、ある程度そうしたらですね、もし草間委員も田中委員が言われた程度の折り合いをつけるってことは構わないということであれば、あるいは当面そのこの期間の設定について少しその ご両人のご意見っていうものもあるいは参考にすると、例えばですけども、来年3月までではなくて12月末ぐらいまでにとりあえず設定をしてっていう、まあ、この期間の問題と折り合いがつくのかどうかよくわからないけども、ただ仮に12月末までにするという考え方をとっても、もし今の状況が同じように来年3月まで続くとなると、12月以降はどうしますかっていう問題はもう一回は議論しなくちゃいけないことにはなるんですね。で、だそれを否定するっていう趣旨ではなくて、もう一度議論するという前提のもとで、その12月末までぐらいに設定しておいて、また、まあ、来年以降ですけども、おそらく中間指針での賠償対象である期間もそろそろ来ますので、そういうのの期間も合わせてもう一度議論するということは考えられます。はい、お疲れ。さっき紹介していただいた最高裁の平成19年の5月29日のような考え方からしても、まあ、12月末でいいと私も思っていますが、で今だから会長がおっしゃったようなことでいいと思っているんですけども、
でその12月以降末以降についてはまた議論するということで私も異存ないですけど、考え方としてはこの緊急時避難準備区域が9月に解除されて、まあ、相当期間とか経ったときにこちらの方の、賠償はなくなるんでしょうけども、それとは別にその今自主的避難者とかその滞在者について考えていたのはまあ、ある意味グレーな領域ということになってしまうと言い方もなかなか難しいんですけどのかもしれませんが、その滞在してらっしゃることも合理的だけど も避難することも合理的だっていう領域を、まあ、ある意味認めたっていうことですから、うん、それはその緊急時避難準備区域解除の後そちらの方に移るっていうことはあり得ると思いますので、うん、そこでまた滞在者としての扱いを受けることになるってことは、まあ理論的には十分あり得ることだと思いますし、結局まあ強制的に指示されるか、あるいはその政府の区域として指示されているか、全くの任意でどう考えるかっていうちょっとそこの違いがあるものですから、グレーの領域っていうことになってしまうと思いますけれども、まあ、そういう領域を認めたっていうことなので、それはそういう前提で今後も議論していかないといけないのかなというふうには思います。この辺の悩ましいところは私も理解しているつもりではありますが、基本的にはそういうふうに理解しないといけないのかなというふうに思います。今大塚委員が、まあ、ある程度まとめていただいた、私も同じような考え方を持っておりますけれども、この点はそれではですね、ちょっとやっぱり周期の問題とも微妙に絡むということで、今日はここまでは修練、意見は修練していないということで、もう一度、周期も含めで、まあ、基本的な考えについてももちろんこれ皆さんもご自由にお考えできることですので、一応この案はある考え方に前提立ってますけれども、まあ、次回もその部分についてのご議論はなおできるように残した上で、まあ、本日はこのぐらいさせていただければと思いますが、いかがでしょうか。よろしいですか。どうもありがとうございました。なかなか難しい議論ですので本当にありがとうございました。それでは次回はですね、今日の議論を踏まえまして、さらに皆様のご同意が得られるような案の策定を努力したいと思います。それでは今日の会議はこれで終わります。どうもありがとうございました。じゃあ次回の熱点について、はい、次回12月6日の火曜日の開催を予定してございます。時間と場所につきましてはまた追ってお知らせしたいと思います。